いたずらでも復讐でもないし意趣返し。かな。約2年付き合った彼と結婚を見据え、同棲開始。同棲してからしばらくして、彼がまとめサイトの存在を知り、面白いねと時々見るようになった。そのうち、ニュース見てる時に、ネトウヨっぽいことを言うようになり、私は内心にら落ちしつつもスルー。同棲半年で、お互いの両親に結婚の挨拶まで済ました頃、いきなりニヤニヤしながら、女が家計の金を管理するとろくなことがない。結婚後は最低限の生活費は入れるが、あとは俺が管理する。俺の給与明細も見せないと言い出す。はい。影響されやすい彼、女畑に染まってました。しかし、こちとら内緒にしてたが、電車男、衛星兵すれ時代からのネラー。面白いので、彼の意見に乗ることにした。本当にいいの？嬉しい。ここで、彼が、小さく、って言ったけど、無視して天然風マシンガントーク。ほら、私ってズボラじゃん。家計の管理なんて細かいし責任重大だし、プレッシャーかかるなって思ってたの。そんな面倒なこと、自ら引き受けてくれるなんて、さすが彼くん。頼りになる。このあたりで、彼の顔に、思ってたんと違うと書いてあるのが読めたけど気づかないふりして続行。で、最低限の生活費っていくら？万円？共働きだから私も同じだけ入れるけど、それじゃ厳しいかも、ズボラ家計簿を見せる。これだとカツカツだから、あまりから貯金はできないね。私のお給料から万円出して残った分は、私のお小遣いにして、その中から貯金するけど、その貯金は、私と将来生まれるかもしれない子供のための貯金だからね。彼くんは、将来脱サラしてお店を開くのが夢だったよね。夢のための開店資金は500万円くらい必要だと思うけど、自分で貯めてね。私の貯金は当てにしないよね。最初のニヤニヤ顔は、どこへやら、ちょっと青ざめてたけどそのまま押し切った。結婚して2ヶ月後に、やっぱり君が全額家計を握っていいよと言い出してきたけど。彼くんが FP の資格を持ってるから大丈夫だと思ってたのに、まさかやりくりするの無理だったの？って天然風味で言ったら、プライドが高い彼は、そうだ、ともごめん、とも言えず、そのまま、家計管理を彼にお任せ。私が出産を機に仕事を辞めたので、その時に家計を任されることになり、給与明細も通帳も見せてもらったら、夢の貯金額には程遠かったよ。私がその分貯めてたし、脱サラしなければ問題ないレベルだったから不問にしたけどね。2年付き合って結婚しても良いと思った女より、匿名掲示板の偏った意見の嫁は寄生虫を信じた彼旦那がアホすぎて、そんな浅はかだから脱サラなんかしなくて正解だったと思ってることは一生秘密にするつもり。